今日は有楽町にあるドコモラウンジさんに来ました。でいろんなアンドロイド端末を体験して楽しんでお茶が飲めるっていう、ここで初めてアンドロイドに触れる人たちが基本的な機能、はい、これここで体験できるっていう。おお、笑ってる。できた。はい、ありがとうございます、はい、おお、似てるやん。ボーダーにコンパン、いいですね。初めてです。あ、いっぱいある。無料ですよ。そうですよ。でぜひ皆さんも一度来てみてください。こんにちは、直井です。今日は有楽町にあるドコモラウンジさんに来ました。なんとですね、今日このドコモラウンジさんでいろんなアンドロイド端末を体験して楽しんでお茶が飲めるっていうことを聞きつけたので来てみました。ピャン、アンドロイドドコモラウンジドコモさんのラウンジなんだよな、もともと。そうです、そこをアンドロイドが今ちょっとお借りしてるんですね。ジャックしてるんです。1月末までです。早速こちらです。結構広いね。広い。最近よくやってる CM だな、これね。ここあれだね、アンドロイドの街みたいな。あなたにはあなたには、私の私には私のスマートライフ。ここで初めてアンドロイドに触れる人たちが、はい、いろんなアンドロイドの基本的な、機能、はい、これここで体験できるっていう。気になるテレビ番組をすぐ見たい。見れますもんね、アンドロイド端末だったら。あ、すごいすごい、いる、ドロイド。ドロイド君がいるね。ドロイドちゃんとくんかが、ちゃんかくんが、大木ボンドさんみたいな。あ、防水機能とか。そんな強いんだ。そういう人いるよ。タブレット買う人で、はい、お風呂で使いたいからっていう人いるよ。iPad は使えないからって。もともと強いからそのまま持ってっちゃうってことですか。そう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 。でもこれめっさあん、これはあれめちゃめちゃiPad の前で。あ、ここはあれだよ、ほら、アイレジョっていうか音楽、ね、あ、音楽か。これもでもこれは何の場所だ。これはスポーツやん。あ、スポーツ系の、機能みたいなここに書かれてるのか。普通にあるんじゃない、これドコモのラウンジとしてずっとあったような感じのところなんだよね。ここは長さというとこのように変えていただいて、はい、肌の色もこちらで選べますので、しましま、こんなのもあります。気持ち悪いな今日はこう、これですよね。おー、笑ってる。おー、笑ってる。うわ、なんか腹立つ。めちゃくちゃ不細工の出来上がりこれ何、これもなんかここのスティッカーを作ってる場所でもらえるんです。アンドロイドシールが、シールだこれ全部、はい。できた。できた。はい、ありがとうございます。おお、似てるやん。似てますか？うん。ボーダーにコンパン。うん。いいですね。初めてです。いいですね、こっちも見ていこうよ。一番いいど真ん中を今占拠してるってことですよね、アンドロイドが。そうですね。あ、クロームキャスト。クロームキャストとビデオの連携だ。はい。便利だよね、クロームキャスト安くて。音楽。あ、音楽。Dアニメ。お。リアニメストア、ガンダムですか？レコンジストやん。ここで24、24時間見るやつやったらおもろいね。そういうのもいいんですかね。ここで映画、あ、違うや、 D アニメ 見まくって帰る人っているんですか？昨日、オープンの時に来て、夜までずっと、ずっとで途中で、ずっと見てるので電池がなくなるじゃないですか、はい、変えてくださいと持ってきて、はい、いただいて、はい、でまた端末変えて、はい、この続きから見て、はい、夜までいらっしゃった方がいます。すごい、すごい。あ、OK。 あ、OK です。 OK です, OK です。ただドリンクは1杯しか出せないんで。あ、ドリンクは1杯なの。持ち込みは頭おかしいやつやん。ダメ、めちゃくちゃいいソファーが、ね、これは、あ、これが、クロームキャストですか。これで D ビデオを映して、それをクロームキャストでテレビに。あ、なるほど、はい、連携させてるんだ。あ、結構ふかふかしないですけど、いいっすね。明日ここの席予約しとこうかビデオとかもさ、やっぱりこう、はい、どれ見てもいい見放題みたいなさ、サービスが多いじゃない、はい、便利だよね。便利です。ラテアートはこちらでいただくことができます。ドロイド君はいっぱいあります。あ、いっぱいある1人1杯1クッキーまでです。無料でもらえるんだよね。無料ですよ。そうですよ。これすごい大きい。まあ、あとね、あとお水もいただけるみたいな。お水はいつまでも飲めるで、横にドコモの、はい、店舗がひっついてるんだね、はい、だからここで触って、うん、これいいじゃん、欲しいってなったらちょちょちょってもう10歩ぐらいでつきます。逆に言えば、はい、機種変更に来た時の待ち時間でここで待つこともできるわけでしょ、はい、いいですね。あれすごい長いですね。長いもんね。でもラテアートとクッキーがいただけるのは12月31日までなので。そういうことなんだ。そうなんですよ。もうあと3週間ぐらいなんで。もっと
いろんな場所がこうなればいいよな。本当ですね。スペースの問題があるけど、やっぱ携帯の機種変更とかも含めてさ、やっぱこう待ち時間が嫌で行きたくなくなる人って多いじゃない。そうですよね。こういうのがもっと増えたら、うん、結構みんなね、いただきます。君のも無残な食ってやった顔から食ってやったな、この人頭から行くタイプです。たい焼きも有楽町にあるドコモラウンジ、はい、で機種変更する際はいろいろ触って、ね、うん、体験して吟味してからラテアート飲んで一旦落ち着いて買う、行くと全国のアンドロイドファンには必見だね。そう、あと iPhone 持っててもちょっとアンドロイド気になってきたなと、言う人にもいいんじゃないですか。おいしいドコモラウンジ。というわけで今日は有楽町にあるドコモラウンジへ来ました。こちらに来るとですね、触ってみたい端末とか体験したいサービスとかをいろいろ体験することができるので、ぜひ皆さんも一度来てみてください。それでは皆様、さようなら。有楽町で殴られる。もう駅前だよね、これすぐ。すぐです、2分です。中央、有楽、JR 有楽町駅中央西口徒歩2分です。ビッグカメラの向かいですよね、ほぼほぼ。ビッグカメラの、そうだね、うん、ちょっと先に行ったらあるの、はい、カラマリ TV、こんにちは、ナオイです。今日は有楽町に なんでさ、世界不思議発見にハマってんの最近。ダメダメダメ、なんでダメですか。あのテンポがトロイだもん。わかりました。もう一回やってください。ほんまに当たりそうや、いつか。いや、ね、それは多分恋ですよね。恋じゃない、じゃもうわからんから、これ見てたら恋ですよね。ちょっとこれわからんからさ、もう次当たるかもしれない。じゃ当たるか当たらないかで絶対こうやってやんなきゃいけないですね。そうそう、自分で受けてもらう、じゃないと怪我する。ドコモラウンジ、ガン。遅い、もう一回もう一回。アンドロイド、ガーン。空気にいる。ドドンの次の、ドドンの次のブーム、ガン。バイバイ。